こんにちは。今回は編んでいるものやあと作ったものなどを少しご紹介させていただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。その前に以前動画でこちらですね、デザインヤーンで輪針でネックウォーマーを作らせていただいたんですけども、これの、作り目がですねお知らせするのを忘れてまして、140目で作りました。ちょっとコメントをいただいたのでこちらの動画でもね140名です。はい、よろしくお願いします。はい、最初がですねこちらですね、ハンドウォーマーです。でこちらはですねパンドラハウスさんのカゴ盛りで購入したショートファーですね、ベージュとこちらが以前ね動画でもご紹介させていただいたんですけども、こちらもパンドラハウスさんのセールの時にですね、購入した系統ですね。やっぱ合わせやすかったですね。こういう系統に合うのはないかなと思って探して購入したので、やっぱねこの白は合いますね。合わせやすかったので良かったですね。まあだいぶいろいろやってるのでねちょっとなんか複雑になっちゃってるんですけど、まあ、この方が私はこう飽きが来ないので編むのはねいいんですけど、まあ、結構やり直すのでちょっと大変といえば大変なんですけど、やっぱ飽きが来ない方が私編みやすくて、ただここがねこう U ターンしていくのでねちょっと難しかったですね。うんでここはまあ目を拾ってまた親指つけてもいいと思うんですけど、まあね結構いろいろ去年ハンドウォーマーを作らせていただいたやつは細編みとか中長編みだったかな。まあねあんまり難しい編み方あんまりできなくって、まあねいろいろできるようになって、まあ皆様のおかげなんですけどもうんでねいろいろ組み合わせてやっております。結構あったかいですねこのモコモコがね。ただこのモコモコが一周編むと結構目数が変わっちゃってるんですよ。拾い忘れちゃったりとか多く拾っちゃってたりとかして、なのでこのね白いところが来たらぐるって編んで、で目数を数えて、で間違ってたらここで減らし目なり増やし目なりをして調整しました。やっぱね数えるとね間違ってますね。ちょっと増えてたりするかな。じゃあこの端っこら辺で減らし目しちゃえばまた元に戻るんで、何目って覚えといて、こういう感じで編むとモコモコの糸も作りやすいんじゃないかなと思いますね。まあ上の段で調整すればいいやって思うとちょっと気が楽になりますよね。これ結構いろんな色、まだ水色とかピンクとかあと黒、濃い緑、茶色とかあってちょっとねまだいっぱい作んなくちゃいけないんですけど、うん、まあおいおい考えてね、うんまあのんびり作ろうかなと思います。でこれ一応ね作り方をこうメモってるんですけど、まあ大体私間違えてるんですよそのメモがでもハンドウォーマーだともう一個作るので、もう一個作って答え合わせをできるので、そこでちょっと間違ってたら直してっていう感じでねやってみようと思います。結構あったかいですね。やっぱここのモコモコのとことかがね。でお次がですねこちらですね、マグカップをね作ってみましたなんかかぎ針をね収納っていうか今はこういうのに入れて持ち歩いてるんですけど、こういう風になんか入れたら可愛いかなと思って、でペン立てじゃなくてなんかマグカップ型にしたら可愛いかなと思ったんですよね。ちょっとテンションが上がるかなと思って、こんな感じで。でこれはですねダイソーさんのメランジのグレーと、あとこれもダイソーさんの名前なんだったかなうん今期ね購入した系統です。このね緑とグレーが綺麗そうだなと思ってやってみたんですけど、あとこれですね。これもダイソーさんで購入しました。あ、いました。こちらですね。シャイニーテープというやつですね。でね、これはゴールドなんですけど、バーコードナンバーがこちらになります。折ってバッグ、編んでブレスレットなどが作れますっていうことですね。こういうね、結構いろんな色あるんですよね。白っぽいのとかピンクとか、こういう風に使うみたいなんですけど、結構ね、どこのダイソーさん行ってもこれ結構見かけるので手に入りやすいんじゃないかなと思うんですけど、なんかこれがね、編み込めたらいいなと思って結構前に買っていて、でシルバーも買ってあるかな。でね、ちょっとやってみたんですよね。こういう風に、まあ、ちょっとあんま目立たないんですけど、ただね、これを入れると形がね、結構かっちりしてくれるんで、結構ふにゃってならないのでいいなと思いました。あとなんかバッグとか作る時に入れてもいいかもしれないですね。ちょっと変わった感じになって、これはこうここが多分中長編みで、こういう風にこううねうねうねって編み込んでいます。その編み方は多分以前の動画で撮影していると思いますね。はい。あ、ここもそうなんですよね。ここと同じ方法なんですけど、ちょっと分かりにくいですね。そうで、こんな感じでね、こう編むところに置いといたら可愛いなと思って、若干ちょっとなんだろう、そこまでカチッとしてないんですけど、でもまあ倒れることもないからいいかなっていう感じですね。でこれが取っ手、持ち手、取っ手の部分がこれね、これダイソーさんのワイヤーなんですけど、結構前に帽子のスタンドをね、作らせていただいた時の残りがあって、それをこう端くるくるっとして、この奥もくるくるってなってるんですけど、こんな感じで。でここつけてあげて、であとはもうここ編みくるむっていう感じですね。もうちょっとカチッとするためには3本取りのがいいかなとかも考えたんですけど、とりあえず2本取りですね。そこも2本取りだし、ここもここに来たら緑とグレーの2本取りになって、でここはグレーの2本取りになってっていう感じで、こんな感じでやっておりますね。そうですね。でこの上のとこはバック細編みっていうのを、そう以前ねツイッターで教えていただいてね、それをやってみましたね。バック細編みってなんか難しそうだからできないかなと思ったんですけど、なんとかできて、なんか可愛いですね。モコモコってなるからね、いい感じですね。ちょっとなんかもうちょっとなんか簡単にできればいいなって思うんですよね。もし編んでいただくっていうことを考えると、簡単に作った方がいいんだろうなっていうのはあるんですけど、なんかね、いろいろやってしまうんですよね。ちょっとこれめんどくさいですよね。いろいろやってるからね。でもやっぱこのグレーと緑が私はちょっと好きですね。この緑がなんかすごい綺麗だなと思って、他にもなんかいろいろ色はあったんですけど、こんな感じですね。なんかもう編み物っていうよりなんか工作に近づいてってる感じはするんですけどね、私の場合。でもね、こういう風にこれをほら2つぐらい作って並べといてもね、可愛いんじゃないかなと思います。それと、あ、そうだ、こちらですね。これがね、1号の輪針でまたチャレンジしてるんですけど、これなんだっけ、あ、ポケットティッシュのケースですね。ちょっとこれ古いかな、年賀はがきだから。まあこんな感じでね、ポケットティッシュケースになる予定なんですけども、やっぱりね、まだこの目数がね、難しいですね。一応ゲージ書いてあるので、それで算出はするんですけど、まあ合わない。一回編んで失敗して、でその時自分でもゲージが取れてるから、それをまた参考にして次編むんですけど、もうその時にまた自分のなんか編み癖が変わっちゃっていて、別の日にやってるわけでもないんですけど、すぐやってるんですけど、やっぱ変わっちゃってるみたいで、何回もやり直してるんですけど、あとどのぐらいちょっと伸びるのかっていうのもわかんなくて、ちょっとサイズ感がいまいちですね。でもね、もうここまで編んじゃってるんで、これは一回これで編んで、で様子見て、でそっからまた、まあ、これで OK だったら OK なんですけど、まあ、そこでちょっとダメだったらまた考えようかなと思います。ちょっと難しいですね、やっぱね。で最初ね、メリヤス編みをやってたんですけど、まあ、ものすごいくるんってなっちゃうんですよね。でインターネットでね、いろんな方のちょっと調べたら、やっぱどうしてもくるんってなるんで、なんかスチームを当てると伸びる、まっすぐになるみたいなんですけど、でもやっぱり使ってたりとか、あとお洗濯するとやっぱりまたくるんってなるって書いてくださってて、教えてくださっていて、それならポケットティッシュケースってまあ洗うこともあるかなと思って、そのたんびにスチームとかちょっとね、めんどくさいと思ったので、これね、ガーター編みっていうみたいですね。ずーっと行きも帰りも表目で編むっていうやつですね。そうするとほんと平たくなるんですね。でくるんとなってたから、なんかサイズがね、こうやって当ててもわかんないんですよ、くるんってなってるからそう、それでなんか手こずったっていうのもあって、で今やっとこう平たくなってきたので、平たくできたので、そうそう。でもね、綺麗にこの、まあ、メリヤス編みとはちょっと模様の出方違ってるかもしれないんですけど、こののび太のなんかポツポツのね、この綺麗な柄は出たと思ったので、もうこれで、型編みで十分かなとも思っています。はい、あとはサイズ感ですね。それをもうちょっと調整できたらしたいなーっていうのはあるんですけど、まあ、これでうまくいってくれたらもうね、本当にラッキーなんですけど。でこれもうちょっとだいぶまだ先が長いので、ちょっと途中登場ですね。うまくいくといいんですけどね。もうこれはわからない。この横もね、ちょっと難しいですね。うまくいくのか。もう大きく作っちゃえばね、いいじゃないっていう、なんか悪魔のささやきもあるんですよ。もっとこう大きく作っちゃって、多少大きくてもいいじゃないっていうね、思うんですけど、その方が楽なんですけど、でもね、なるべくきっちりっていうか、フィットをさして作りたいという思いもあり、むずいっすね。でもこれできたら相当可愛いと思うんですよね。ね、難しくないし、ずっと表編みだし。それで、そうだな、これがですね、あとね、だいぶ必要なんですよね、まだね、ジューって。そうだな、自分の考えてる形だと、もっとだいぶまだ先が必要なんですけど、これ1枚と、このサイズのもう1枚作って、で、こう、かがってもいいかなとは思っているんですよね。で、ティッシュの出し入れはこの穴からすればいいし、そういうのありますよね。っていうか、それが一般的な感じだと思うんですけど。ただ今自分が考えてるやつはもうちょっと違う形で、まだだいぶ編まなきゃいけないので、まあ、もうちょっと頑張ろうかなと思います。でもほんとポツポツがね、綺麗なんで、良かったなって思います。でポケットティッシュケース入れなので、全然かぎ針で編んでもいいと思うんですよね。かぎ針でもいいし、棒針でもいいし、で柄が綺麗だから結構シンプルな編み方をして柄を見せるっていう感じで難しくなくできるからいいんじゃないかなって思います。ちょっとね、まあ、楽しみながらやろうかなと思います。これだと思考停止してこうガーって編んでいけるから無心でガーって編んでいけるから、まあ、目を落としたりとかねしちゃまずいんですけど裏編みもないですし、ね、これでなんか可愛くできたらちょっと初心者さんでも作りやすいんじゃないかなと思いますね。私が作りやすいってことは多分、ね、皆さん作りやすいと思うので。だからあれですね、柄じゃない段染めじゃない糸だったらもっと模様とか入れてもね可愛くなりますよね。でもこういうのは多分この柄とか模様を見せて可愛くなる感じだと思うので、ちょっとねお高いんですけど、まあ私みたいにこうちょっと1個ね買ってみて楽しむとかでもいいと思うので、私もそんなにいっぱい持ってないので高い系統は3つ4つぐらい、もうちょっとあるか、まあこのでも段染めの高いのは3つぐらいしか持ってないので、それでもかなり楽しめるのでね。で結構時間かかるんですよね、細いから。だからちょっと一つちょっと買ってみて楽しんでみるっていうのも全然いいと思いますね。そうそう、私も結構100円ショップさんでこう買うことが多いので、ああお高い系とはってちょっと敬遠してたとこもあったんですけど、もちろんね100円ショップさんの系統で、ね、いろんな作品作られてる方もたくさんいらっしゃいますしすごくいいと思うんですけど、なんかちょっとそうですね、気分が変わったりもするし、まあ一つぐらいだったら、まあ、クーポン使ってね買ってみたりしてもちょっといいかなって思いました。なんかティッシュとあとここにこうチャックねピッてつけてもいいなって思っていて、何ていうの、ファスナー、この同じぐらいのファスナーここピッてできて、でここにティッシュが入ってたらすごくいいなと思って、そこにリップとか入れて、でここにティッシュがあったらすごい便利だなと思っていて、それできないかなって前から考えてるんですけど、いいですよね。なんかお化粧を直したりするときティッシュ結構使うから、まあ、そういうバッグ多分あると思うんですけどね、まあ、私が考えるぐらいなんで他の方が多分考えてらっしゃると思うんですけど、それがなんか自分で作れたらいいなみたいなのもあるんですよね。まあ実用的なものが好きですね、私やっぱり。便利だったり実用性だったりとか手間が省けたりっていうのが結構好きですね。まあとりあえずまずこれをちょっと仕上げたいなっていうのがあります。いやー本当可愛いですねこれね、プチプチしてて ねだいぶなんか使ってますねなんかちょっとねここがこれ使い込んでくるとどうなのかねわかんないけど、あとこれ結構なんか存在に置いとくとここがなんか折れちゃいそうですよね、折れるっていうかなんかこう曲がっちゃいそうで、ね、どうやって置いとけばいいのかなっていうのがいつも結構なんかボンって箱に投げちゃうんで。ちょっと気をつけなきゃなって思いますね。長いからね、これね。せっかく買ったから、ちょっと大切にね、使いたいですね。はい、ということで、今回は簡単なんですけども、今編んでるものだったりとか、あと、まあ、完成したものだったりですね、少しご紹介させていただきました。いつもね、高評価ボタンどうもありがとうございます。あとコメントもね、貴重な時間をね、使って書いてくださってね、本当にありがたいなと思っております。で、まあもう年末なんでね、皆さんお忙しくなるかなと思うんですけどもね、まあ、時間がちょっと空いたら、遊びに来ていただけると嬉しいです。ということで、風邪などひかないように、ね、皆さん編んだものを身につけて外出される時なんかはね、皆さん、ぬくぬくで外出なさってください。ということで最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございます。ではまた次の動画で。どうもありがとうございます。